皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は質問いただきました。ドラムを演奏する時の重心をどうすればいいのかわからないです。特に左足でハイハットゴーストモーションをしながら、右足もバスドラムを踏んでいる時に状態がぶれてどうすればいいのか悩んでいます。よろしくお願いしますっていうことなんですが、なんかこういう時ですよね。8ビートで例えば左足でこうリズムを刻みながら、なんかこうリズムパターンをやってるとか、こうし、ダンスビートしてる時もそうかな。なんかこう、どちだちどちだちみたいな、こう両足を動かすようなダンスビートをしてる時も結構なんかバランスを崩してしまうみたいな、なんかそういう悩みを持ってる人っていうのは多いような気がするんですが、まあ、そのポイント、まあ、体の動かし方をやっていく前に、まずねちょっとその基本的なセッティングというか、こう椅子の高さの、設定をちょっとやってみるとですね、まあ、これあくまでね目安なんですが、膝のお皿の上ぐらいのところにちょうどこの、ドラムのスローンの座面を合わせるという感じですね。こう膝のお皿僕ここにあるんですけど、このちょうど面ぐらいに、座面を合わせるとっていうところが、まあ、一番こう安定して座りやすいという、まあ、その椅子を設定する時の基準ということですね。で、まあ、これでこう座ると、まあ、程よくこう足が下に下がるというようなことですね。こう低すぎるとなんかこういう直角な状態になるし、高すぎると逆にこう足が下に下がりきってしまうので、まあ、大体膝のお皿の上ぐらいにこの、ドラムの椅子の座面を合わせて、でそこにこう設定して座るというようなんですね。でこのドラムセットと体の距離っていうのも、まあ、あんまりこう近すぎるとこうね膝が中に入ってしまうような状態になって、まあ、ちょっと足も動かしにくくなるし、まあ、何よりこうセットに近すぎるとこうスティックをこう落としたりする原因にもなるので、まあ、程よくちょっと離れてるような感じですよね。こうちょうどその膝よりもこのかかとがこう中に入っていないぐらいの状態っていうのをつかめてるといいのかなと思いますかね。で、座り方なんですけど、ちょっとお尻プリって出してもらった状態でこうお尻をねこう触ってみてもらうと、座骨って言ってなんかちょっとねこう飛び出た骨があると思うんですよ、お尻のところにね。こう飛び出た骨がこう座骨って言うんですけど、そこをなんか立てるようにというか感じで座ってみてください。でこの座骨がこう寝るような感じになると、なんか腰が曲がって腰がこう悪くなる原因にもなるし、なんか重心が後ろの方に行くんですよ、こっちの方に行くんで、この座骨をね立てるようにというか、こうスローにグスって刺すような感じで座ってみてください。でうまく座れてると、こう椅子のスローンのところにこう座骨の跡がねついたりとかするんですけど、そうそう、この座骨をこう立てるような感じで、でおへその下ぐらいにね僕はこう体重を乗せるというか、ちょっと後ろの方じゃなくこうおへその下ぐらいに体重を乗せた状態が基本の座り位置としてます。で続いてこう足の動かし方なんですけど、足を上げるときはこの足首を上に上げるような感じ、こうニョーンって伸ばすような感じで足を上げるというような感じですかね。つま先がペダルから離れてしまうと、こういう感じなんですよ。こう体がうってバランスが崩れて足を持ち上げるような感じになるので、つま先はつけたままでかかとを上げるみたいな。でこれよくある誤解なんですが、足を上げた時にこう離れると思ってると結構ねこうバランスがこう崩れてしまうんですよ。こういう感じです。バランスが崩れちゃうんですけど、実はその足を上げた時にはまだついてる状態なんですよ。そうでこう下ろす時にパッと離れてこうこれがシューンって返ってきて踏むっていう感じなんですよ。これがこう上げる時に同時にふわーってきて押す感じになると体の重心が崩れちゃうんですけど、足を上げた時にはまだこいつがここにいる状態なんですよ。で下ろす時にこのパッと離れる瞬間があるみたいな。これで踏むとこう重心がここにある状態で踏みやすい。ハイハットの方もそうで、このこう離すと同時に開けると思うと
こう体がこううってなるんですよ。こう重心が崩れてしまうんで、その足を上げた時はまだついてて、で下ろす時に開くという、その下ろす時にこうパッとこうね、地面を弾くでもないんですけど、なんかこうパッと離す瞬間ですね、これで鳴らしてるような感じなんですよ。足を上げた時にこれが離れるとなると、まあ、ダンスビートでも結構ねこう体がこう崩れてしまうんですが、まあ、足を上げた時にはまだこうビーターが、ビーターとかこうハイハットが閉じておいて、下ろす瞬間に開く、こういう感じですね。でこれを連続した動きにするような感じの感覚になると、ジャンプしてる感じかな、こう。グスッとこうスローの上に刺さってて、ここにこう重心がある状態でいくと、なんか足どんだけ動かしても上半身がブレずにいけるんですね。でこれを、なんかいろんなとこ向きながらねできておくといいかもしれないです。だからその、今スネア正面に向いてやってるんですけど、ハイハット正面にするみたいな、ちょっと気持ちこっちに、これもライド側を向いても思いっきり体ひねってもこういう、っていう感じですかね。で足だけでざっくりと動きをつかんだら、まあ、手を加えていってもらえるといいんですけど、その足だけでやってる時の感覚と手が入った時の感覚っていうのがなんか変わっちゃう時があるんですね。まあ、言ったらこう手が入った時に足がつられて今まで通りのこう動かし方になっちゃうっていうのがあるんで、とりあえずはその足から入ってもらって、例えば、まあ、同時にこう入ってもらうとして、この状態をキープしながら手を加えるというね、この足の動きはそのままで、また、またこの手を裏に入れてみたりとかね、こうまあ、手が入る入らないに関わらず、まあ、それをキープできるような分離の練習がしていけるといいと思うし、まあ、左足から入ってでそのままこうリズムパターンをこう加えていくっていうような形でもいいと思うんで、なんかそんな感じで、まずこう基本の座り方をちょっともう一回見直してもらったりとか、セッティングを見直してもらったりとかして、なんかこう座りながら足がこう安心してジャンプできる状態っていうのをいけると、体の重心がこうブレずにやりやすくなってくるかなと思うんで、まあ、ぜひ参考にしてみてください。はい、本日もありがとうございました。さよなら。